はい、おはようございます。レイです。ただいまですね、朝の6時45分ぐらいです。ここは鈴鹿サーキットの、ピットビールコントロールタワーメディアセンターという場所です。ここからお届けします。サーキットのですね、いわゆるパドック側ですね、8体決勝の日の朝、パドック側何が行われているのかちょっとお散歩しましょう。はい、これが朝一のですね、パドック裏がどうなっているかという様子でした。また他のシーンも見てみましょう。はい、ここはですね、メディアセンターの外ですね、建物2階部分になるんですけども、後ろに鈴鹿サーキット名物の観覧車が見えてますね。で、この下がピットロードになっています。こんな感じです。